皆さんこんにちは。工事ナンバーホッケー山崎工事です。今回の動画はウェイトトレーニングです。トレーニング内容は片側性最大筋力とスピードストレングスの向上です。ホッケー日本代表でも行っているメニュー9種類の注意点ポイントを紹介していきたいと思います。それではレッツスタート。最初はダンベルリリースジャンプです。ポイントは一度小さなジャンプを入れてリズムを作り、爆発的に深く素早くしゃがみ込みます。そして足首、膝、股関節を爆発的に伸ばしきり、積極的に地面を突き放します。1回ジャンプしたら10秒程度、2回ジャンプしたら40秒程度、間隔を空けて行ってください。ジャンプを焦らないようにしましょう。個人によってダンベルの重さや回数などは違ってきます。2個目はハングスナッチプルです。ポイントは1回1回のリフトを焦らないことと、1回1回のリフトを爆発的にフルパワーで行います。そして股関節、膝、足関節を同時に爆発的に伸ばし切ります。注意点は膝だけに頼って股関節や足関節が曲がらないようにしましょう。日本代表合宿のウェイトトレーニングのパートナーを紹介します。名前は高野雄介選手です。ポジションはゴールキーパーをやっています。僕と同じ山梨学院大学出身です。3個目はミッドサイズナッチプルです。これは先ほど行ったハングスナッチプルとポイント注意点同様です。4個目はブルガリアンスクワットです。ポイントは太ももが地面と平行になるポジションまで下げます。下降、健常時に体幹部が前傾するようであれば負荷を落として正しいフォームを優先しましょう。5個目はリアフットエレベイティッドルーマニアンデッドリフトです。ポイントは完全な片足出しポジションでは不安定になりすぎて筋出力が低下する可能性が高いので、下降時に後ろ足はベンチの上に乗せたままにしましょう。そうすることによってバランスを安定させ、筋出力を高め、筋力の向上につながります。6個目はベンチプレスです。ポイントは胸でバーをバウンドさせない、腰を反らない、しっかりと両足を地面につけて行いましょう。7個目はワンハンドローです。
ポイントは視線を落としすぎて背中が丸くならないように注意すること。常に頭から腰までが一直線の正しい姿勢になるように意識しましょう。1つ目はシングルレッグカーフレイズです。ポイントは足の親指側で地面を押し最大可動域で行いましょう。9個目はワイドグリップチンギングです。いつも先輩が僕の好きな曲をかけてくれるのでモチベーションが上がります。ポイントは片腕は地面に対して垂直、反対の腕は地面に対して垂直のワイドグリップで行いましょう。全身をまっすぐ長く保ち反動をつけずに行います。その時に腰を反っておへそと溝落ち胸郭との距離が離れないように注意しましょう。とりあえず今休憩。乾杯。